大阪市立大淀中学校は大阪府大阪市北区にある公立の中学校。北区の大淀中津地区を広区としている。学校は第二次世界大戦の戦災に伴う国民学校等配合によって廃校となった大阪市大人国民学校の跡地に1 9 4 7年に開校した。太平洋戦争後の学生改革に伴い大淀区で 唯一の新生の中学校、大阪市立大淀第一中学校として開校。当初、大阪市立浦江小学校内に校舎を設置していた。開校当時の校区は、大淀区全域で、校区内の小学校は、浦江、中津、豊崎本城、豊崎東の4小学校だった。2年後の1949年、大阪市立大淀第二中学校が、 分離開校したことに伴い、豊崎地区を大淀第二中学校の校区に変更した。この時に、現在の校区となっている。また、同年5月1日付で、大阪市立中学校の名称について、行政区創立順の番号の仮称から、地名などを取り入れた正式名称に一斉に変更する方針が出されたことに伴い、現在の校名に変更している。 1951年に旧大人国民学校の跡地に移転した。大阪市は橋本徹市長の方針で2013年9月から中学校128校全校で給食を導入したがコスト削減で業者による弁当配送となり生徒からおかずが冷たいなどの不満が発生。その改善と並行して 翌2014年5月30日にマスメディア向けの試食会が行われた際、大淀中学校が会場となった。2020年12月28日教職員6名コロナの感染が確認され、令和3年1月7日から1月8日まで休業。ありがとうございます。